よしきって仕事しねえんだ。よしきさんがボーイズグループ募集で見つけたボーカルの、これ後町さんって言うんですよ、後ろ町さんからわかんないけど、歌がとんでもなくうまいと思いますが、プロが見てどの程度うまいんでしょうか。言いました、これは。でもやってましたね、まあ、はい、これ言っていいのかな。すみません、うまいか下手かっていうのは、うん、人それぞれ感じ方が違うからね。違うんで、まあ感じ方違うのはいい声かいい声じゃないかの方が分かりやすい。うまい下手っていうのは割と分かりやすいけど、ぶっちゃけすいません聞いてないっす俺。ああそうなんだ。だから似てるやってるでしょ。似てるやってた。いろいろ、あ、実は何でもないです。はい、すみません。はい、じゃあ次行きましょう。ヨシキさんの作曲のグローブの未発表曲が YouTube でアップされて、数ヶ月で100万回再生されています、うんうん。あれはスタッフがリークしてるのですか、うん、素晴らしい楽曲なので、いつかリリースしてもらいたいですって。うん、そうなんだ。俺ね、この子ちょっと聞いたんだけど、はい、全くよくわかんないことが上がってきて、はいはい、それから聞いてもいい。よくわかりません。正直、聞けばわかるけど、あまり興味がなかったんだって、ヨシキってグローブに入って、たんだ一回、はいはい、ものすごく華々しく A ネーションの最後に出てきたっきり、うん、何もなかったからね。ヨシキって、うん、悪口じゃないよ、うん、悪口じゃないよ、俺好きだヨシキ、仕事しねえんだ。曲作んねえ。いやでもさ、なんであんな仲いいの。いや俺仲いいと思ってねえよ。あいつが何回待ってますよねっていうか、何回待ってますって言ったけど、確かに何回待ってただけです。っていうことは仲がいいってことです。そうだ、ね、はい、じゃあ15,800円。こういうリアクションする人って珍しいね。